オランダはこのゲームから新たな戦いが始まります。さらなる高みに向け大事な初戦を戦います。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。この時間はオランダ対インテル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。オランダ対インテル、まあ相手のペースにはしたくないですからね、はい、90分通した戦い方を考えているとは思いますけどね。このキックオフ直後でつまずくとこの後も厳しくなりますからね。特に気をつけたいですよね。そうですね。まず立ち上がりを迎えます。前線からプレスかけますからね。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。バッペですね。やはりあのスピードとそれを生かしたドリブルには注目したいですよね。緩急のつけ方、フィニッシュでの突きは本当に素晴らしいですよね。この試合でも彼のゴールに期待したいですね。そうですね、相手にとっては要注意。おっと、コース開いた、シュート、いやー、先制オランダ。インテル相手に先にゴールを決めました。ハーランド、うまく相手のマークを外してのシュートでした。そうですね、やっぱりこのレベルの選手になるとパスを引き出す動きとかフィニッシュの精度も高くてさすがですよね。いいゴールでした。さあインテル、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。そうですね。いや、これはカウンターのチャンスですね。デリフト、ここは繋がりません。スペースを使う、フェルナンデス。しかしこれよく止めましたね。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。インテルとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。リュディガー、ここは読んでいました。クリスティアーノ・ロナウドからネイマール打つか。さあ左サイドへ、グリーズマン、ロナウジーニョ、スペースを狙った。このスルーパスは通りません。チェックを受けながらのドリブル、裏へ出るか。ハーランド、ドンナルンマ、ガクポ、ハーランドが受ける。さあつながるか、ハーランド囲む人数をかけます。サカ、裏のスペースを狙う、抜けてくる、自分で行く、ハーランド、どうだ、シュート、決まった、追加点、オランダ追加点決めます。これで2点差。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。シュート、きたー、インテル。さあこのゴールであと1点というところまで来ました。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。ロナウジーニョ、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。
いやー、よく反応しましたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ネイマール、マルキーニョスへスペースを狙う。さあハーランド切り込むか。インターセプト。ロナウジーニョ、ギュンドーワン、ギュンドーワンから右へスペースへ裏を狙う。渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。デブライネからハーランド、サイドのスペースを使います。アラバ、いい展開ですね。ネイマールに渡る。ロナウジーニョ、ハーランドが受ける。ネイマールからハーランド、ハーランドからネイマール。さあガクポ折り返す。頭ゲット。オランダこれで2点差。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。ハーランド今日2点目のゴールです。さあオランダ、どうだこのシュート。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。ネイマール、ネイマールから柔らかいパス、届きません。ここでのパスは危ない。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。オランダ調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。オランダ対インテル、オランダが3対1と2点リードして後半を迎えます。では後半見ていきましょう。アレクサンダー・アーノルド、裏へ届くか。スペースに出す。ブルーノ・フェルナンデスからムバッペ、来たぞ。インテルとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。オランダはここクリアで難を逃れます。ネイマール、ロナウジーニョ、これは合いません。アラバ、ギュンドーワン、コスタクルカ、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。デリフトへ、デリフト、スペースを使う。さあムバッペ、スルーパスを狙う。ムバッペからクリスティアーノ・ロナウド、いやーこれは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。ディフェンスを突いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。さあ繋がるか。いいボールだ。アラバ本日ワンアシストです。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。大きく前線へ、ファンダイク、このボールに触ります。裏へのスルーパス、チャンスになる。来たチャンスだと、ボールは対応します。デブライネ、サカ、サカ、サイドを使う。サカからグリーズマン、さあハーランド、シュート、追加点、オランダ、ハーランド、これでハットトリック達成、G2 力を見せつけた。技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり自信もあるんでしょうね。素晴らしいハットトリックです。ハーランド。
各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。この時間はオランダ対サンフレッチェ広島、こちらをご覧いただきます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタート。どうだこのシュート、きた、先制サンフレッチェ。オランダから先に得点を奪います。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。いやさすがの決定力ですよね。ボールを受けてからシュートまでイメージ通りって感じでしょうね。さすがハイレベルなプレーを見せてくれますよね。さあオランダ、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。惜しい。前線からプレスかけますからね。デリフト。オランダはビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて前半の戦い方いかがでしょう。まあ早い段階で先制されてしまったことは焦りにつながりますからね。単純にまだ始まったばかりですから、この後じっくりいけばいいと思いますけどね。さあシュート、いや同点オランダ。いや早かったですね北澤さん。このゴール決まった後っていうのはやっぱりゲーム動きますよね。いや絶妙なファーストタッチから見事なゴール。そうですね、トラップからシュートまでの流れをイメージできてましたよね。ワンタッチでシュートを打ちやすい位置にボールを置いてましたよね。素晴らしいゴールでしたね。これで今日のゲーム面白くなってきました。さっきの失点で下を向かずによく追いつきましたよね。この気持ちの切り替えが素晴らしかったですよね、はい、このままもう1点取りに行きたいですよね。浮かせてきます。これはタイミング合いません。これはチャンスだ。ハーランド来た、かわす。広島としては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。テオ・エルナンデス、ネイマール、ロドリ、このディフェンス。ネイマール、いいプレッシャーです。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。リズムを刻む、ソン・フンミン、テオ・エルナンデス、左上がっていく。さあカウンターのチャンスになります。ロドリ、中心ファールを取りました。
インターセプト。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。抜けた。ネイマールへ。ここはキーパー処理しました。ネイマールがパスを出しましたが合いませんでした。このボールに触ります。さあ一気にカウンター。アルバハル、ここは読んでいました。広島カウンターを仕掛けます。デブライネ、裏へ出るか。さあベリンガム、アルバハル、カルバハル、チームに推進力を与えるサイドバックです。さあここでカウンター。ここでロナウジ、ロナウジーニョ、カットに行きます。アラバ、このボールに触ります。さあベリンガム、デリフト、ここはカットします。ロナウジーニョに渡る。ソン・フンミン、アラバ、流れを止めます。テオ・エルナンデスが、さあカウンタースピードを上げたいところ、飛び出した。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。オランダとしては5点に追いついて折り返せたわけですけども、失点した後もちゃんと全体が見えてましたし、プレーに迷いがありませんでしたね。やはり取り返す自信があったっていうことでしょうね。オランダ対サンフレッチェ広島、前半戦って1対1、同点で折り返しています。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。ここは笛が鳴ります。アラバ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。裏を狙う、いいボールですね。さあカウンターだ。ベリンガム、上がっていく右サイド、デブライネ、デブライネからハーランド、ネイマールに渡る、切り込むか、抜けて勝負、シュート、ドンナルンマ、いやーキーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。コスタクル、ロナウジーニョ、ロナウジーニョから右へ、サカへ、ネイマール、ファンダイク、ここは一旦バックパス、奪い返します。ネイマールが受ける、これはどうだ、自分で行く、ソン・フンミン、さあつながるか、おいい形じゃないですか。ヨエルなんですが上げる、ドンナルンマ、ここは抑えました。さあガクポ、裏を狙っていきます。さあハーランド、開いた、さあフラッグは上がっ、シュート、いやー勝ち越し、オランダ試合をひっくり返します。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。ハーランド、今日2点目です。さあオランダ勝利に向けて1本抜け出しました。いや素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。このボールはつながりません。デクランライスからネイマール、広島としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。
あーこれファー、うーん取らないですか、レフェリー。カルバハル、ソン・フンミン、スルーパスを狙う、いいと買いますよ、テオ・エルナンデス、スクイックシュート、いや素晴らしいシュートでしたが決まりません。しかし今のはクロスも良かったですよね。鋭いクロスでしたよね。あれはディフェンスも反応遅れますよね。両チームともメンバー交代があるようです。ムバッペ、ここは抜かせません。アーランドが受ける、スルーパス、さあデヨング、中ヘディング、止めた。広島チャンスを迎えましたが同点にはならず。これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。決まっていれば同点でしたからね。大きなピンチでしたがチームを救いました。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。広島危ない。広島としてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点仕掛けたいですよね。テオ・エルナンデス、一旦戻します。キーパーからロングボール、さあベリンガム、裏のスペースを狙う、と呼んでいた。オランダは先ほどの交代でメンバーチェンジはあと1回となります。とこれはファンダイクへ、デヨング、さあ左へ預けて、来たか、ネイマールに渡る、これはつながりませんでした。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。ムバッペ、デヨング、ポールのこのパス、これは合いません。リュディガー、オランダカウンターを仕掛けていきます。もう一度中へ、さあ左サイドへ抜けてくる、ネイマールに渡る、うわ、取らないですね。コスタクルタ、流れを止めます。ここで笛です。2対1、オランダ逆転で撃破。ハーランド、このゲームマン・オブ・ザ・マッチに選ばれました。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。いやー、どちらが勝つのか最後までわからないような展開でしたからね。